8月21日更新、フェイトグランドオーダー、ラスベガス午前試合ピックアップの2がようやく来ましたね。ルーラーなんだバニウエ、うん、起きた J 掃除、星4か、あー、ラムダいくつなんだろう、星、うん、とりあえず回しますか。で、今回はね、ご覧の通り石の貯蔵がないので、これ以上回さないために自分自身を言い聞かせるね、何かを用意しとくべきなんだ。例えば、まあ、まず一つは、自分が取らなくてもフレンドが取ってる人いっぱいいるだろうから使えはする、うん。で、もうラスベガス、なんだろう、まあ、中盤以降になって霊装とかもさ、とりあえずはもう足りてるじゃん、うん。この霊装ってボーナスつくやつなのかな、それとは別かな。そう、あのイベント始まって当初の最初のガチャだと霊装も手に入るから、仮にサーワント手に入んなくても、まあ霊装手に入ったからいっかーでね、なんかごまかすことできるじゃん。おっと、ごまかしようがねえおっと、何もごまかしようがねえ、ひどい結果だった。まあさすがにちょっと悲しすぎたんでねいくら言い訳を考えてもちょっと先の悲しみは乗り越えることができなかったよ。大人の力をくらい。で、今回の霊装は獲得量がさらにアップって書いてあったけども、でもな、すでに幻突しちゃってる霊装とかもあるから、そっちを使った方がね、使い勝手はいいだろうからね。まあ悩みどころではあるけども、組み込めそうだったら入れようかな。そして、あかんあかんあかん、このままじゃ患者が死ぬ。あ、セーフ。プールサイドバーももう一個来たら幻突だね。さあ、こっからが長いぞ。さあ、こっからが長いぞカジノキャメロットのオーナーにして無敗のディーラー、アルトリア・ルーラー、限界しました。ああ、いえ、霊気を少し変えましたが、元はランサーのアルトリア・ペンドラゴンです。はい、夏の装いです。それで、実はウサギの紛争なのですが、お分かりですか？照れてるぴょんぴょん。あと3回いけんのか。沖田さん大勝利となるか。男たちが続いた。なかなかに渋いね。なんとかかき集めてギリいけた。やらない方が良かったかなんか個人的にはね、左の2人の方がね欲しかったんだけども、まあでも、まあ星5が先に出たということで、星4だったらいずれ来る星4交換、あ、でも期間限定ものって入らないことが多いからな。うん、来年頑張ろう。よし、とりあえず今回はうん、最悪の結果で終わらなくてよかった。